茅野木博之は、日本の都市計画家、土木技術者、内務官僚、教育者。1890年、東京都に生まれる。1916年、東京帝国大学工科大学土木、工学科卒業。卒業後は、官営や渡製鉄所に勤務。1919年、都市計画法制定に伴って、内務省に、 都市計画課が創設されたが、1920年、招かれて、内務省に入り都市計画技師として、東京地方委員会に所属。1923年に発生した、関東大地震により、その復興事業を管轄する手へと復興院が、設置され、復興事業に全力を傾注したために、内務省の機構も縮小されたが、植木は本省に止まって洋蘭期の全国の、 都市計画の指導と経験にあたった。特に都市計画事業に、国庫補助、災害地復興事業には、国の女性の党をそれぞれ開かせ、その実現を可能にした。また、地方計画の必要を衝動し、柏原新都計画などの実施にも尽くす。1938年に完食を辞した。自身は1930年からは、 母校東京帝国大学工学部講師となり、都市計画学を1952年まで講じ、数多くの人材を育成した。戦後は1950年から1952年まで、極東空軍司令部計画設計課の特別顧問として、空軍基地計画の作成を担当した。これが起源となり、F.A. ホップキンスと組んで民間の建設コンサルタント事務所を設立。 1955年までの間に、軽井沢の都市計画、東京駅安口広場の交通計画などの事業を行った。1955年からさらに新たな事務所を設立し、新宿の敷地計画を終了させ、また、全国8カ所の市長などの基本計画に着手したが、その計画途上で急成した。ありがとうございます。